皆さんこんにちは。一般社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉浦です。今日はですね、9割解決不登校と引きこもり成功例の12選をですね公開させていただきます。では早速始めたいと思います。まずですね、ワイコさんですね、ワイコさんはですね中学校2年から不登校だったんです。でそのまま不登校そのまま卒業してその後10年間引きこもっちゃった。で24歳の時に親知らずが痛い、歯医者に行きたいということで歯医者に行った。それがきっかけでですね私どもの団体にメールが来て相談してさせていただいてですね、まあ私が提案しました。やっぱり高校の卒業の資格っていうのを提携の通信制高校で取って、そして将来に備えようということで学び直しとアルバイトもですねそこで進めました。社会復帰をアルバイトと、まあ私どもの通信制高校サポート校でやってですね、27歳で通信制高校を卒業し、その後短大に進学して保育士の資格を取ってですね、現在は東京都内にある、某区役所でですね、公務員として働いております。数年前には結婚もして子供もできたという嬉しい年賀状の頼りもありました。次です。カイト君の事例ですね。カイト君の事例はですね、不登校引きこもりの9割は治せる登場人物として書かせていただきました。中学校1年でもうゴールデンウィーク明けからですねもう不登校になり、そして引きこもり、これなんと7ヶ月ですよ。7ヶ月の間ですねずっと引きこもっておりました。その間ですね私どものスタッフ、まあ訪問家庭訪問をしてですね、まあエアガンで撃たれたりとかいろいろありましたけど、フリースクールに通ってですね、そして高校進学は私どもの提携する通信制高校に卒業して、現在はなんと公務員です。いや次です。3人目は和樹くんですね。和樹くんも、不登校引きこもりの9割はナウスルで書かせていただきました。私が理事長時代の時にですね、中高一貫校に入学した後にですね、これ確か高校2年の時かもう成績不振でですねどうしようもない、家庭内暴力もかなりあったんですが、まあ、自主退学させられてですね通信制高校に転学してきました。まあ、そこでですねもう本当に勉強というような彼は人生だったんですけど、アルバイトを促して、フリースクールの、すぐ近所にですねサイゼリアという、まあ、イタリアンレストランがありまして、そこでアルバイトなんかの体験をしてもらってですね、公務員試験、高校卒業してですね、すぐに公務員試験を受けて受かって、今では東京都内の公務員として活躍中です。会計写真もですね、公務員として活躍中ということで、何ですか、保護者会でですね、講演があるとですね、駆けつけてくれる子でございます。次はですね4人目ですね、りょうたくんの事例ですね。これはあの夏休み明けからですね不登校、もう親の食事を拒否してですね、もう拒否ってね本当に拒否なんですよ。これってどういうことって言うと、聞けばですね半年ぐらいもうカップラーメンの生活をしてた。でもゲームに没頭して、でその後通信制高校、私どもの通信制高校に転校して、今はなんと航空自衛隊で入隊して活躍してます。次の事例が辰馬くんの事例ですね。辰馬くんはですねこれ彼すごくね中学受験すごく東京都内で優秀な学校に入ったんですけど、もうゴールデンウィーク明けからですね不登校になっちゃったんですね。まあ後で辰馬くんに聞いてみたらですね、まあ英語が苦手だったということで、まあすごく挫折感でいっぱいになっちゃったらしいんですね。中学はもう本当に素晴らしい学校にもかかわらず5月からずっと行ってなくて、丸々3年間ですねもうフリースクールに通っていてですね全く勉強しなかった。で全寮制高校に高校1年の時に進学するんですけど、その後また引きこもって、東海にその時相談に保護者がいらっしゃいました。もうその時ですねお風呂も入らないと、部屋にはバリケードを作ってですねもう引きこもってるんです。どう先生なんとかしてくださいということでですね、私どもの通信制高校に転学して、そしてなんとですね難関大学を経てですね今公務員になっております。次の事例は佐藤翔太くんの事例です。これね佐藤翔太っていうのは翔太くんはですね自分のリアルネームの名前でですね名前が出てるんですね。これ彼からすごく了解を得ております。でまた朝日新聞のですね、取材記事にも応じたもんですから、この名前で朝日新聞ってやればですね出てくると思うんですけど、高校1年の時にですね、私立高校スポーツ推薦で私立高校に進学したんですけど挫折しちゃうんですね。それからなんと1年半ぐらい引きこもってたんですけど、まあ
継続的に私がですね、親御さんといろいろ連絡を取ってですね、そして1年半後にですね、ようやっと私どもの通信制高校に再入学して、そして友達作りに成功して、現在は将来農業をやりたいっていうんでね、北海道の大学に行っております。将来は農家になるそうです。次です。次の子はしゅんくんの例ですね。これしゅんくんの例は高校1年で やはり不登校になって、親とのコミュニケーション断絶、もうこれね、皆さんお伝えしますけど、親とコミュニケーション断絶した場合で1ヶ月過ぎたら、これはもう引きこもりだと思ってください。その後お決まりのコースです。昼夜逆転でもうゲーム三昧。私たちの通信制高校に転学して、生活改善合宿とかさまざまなことをやってですね、卒業後に一浪してたんですけど、看護系の大学に進学しました。ダブル君の事例ですね。ダブル君の事例はですね、これ動画にも出て、あのブログのところに貼っときますけど、通信制高校でネット系のですね、通信制高校に在籍してたんですよ。ちょうどコロナの真っ最中だったんですけど、これが良くなくてですね、完璧に引っ込もうと。関西圏のダブル君だったんですけど、もうこちらの東京の方にね、来て学生寮で鍛えて、そして毎日ちゃんと通えるようになった。そして今は防衛大学に受かって自衛隊に行ってるということでございます。これも動画ありますから、ぜひチェックしてください。次はエイタ君の例ですね。もう中1からですね、エイタ君徐々に不登校になってきまして、結局中2の時かな、私たちの運営するフリースクールに来ました。フリースクールに来たらですね、もう生徒会長のやったりとかですね、カナダ留学なんかを経験しました。でまたね、うまくいったなと思ったら、またぶり返したりとかして、紆余曲折がありましたが、今年高校3年生、2024年4月からですね、理系のですね、大学に見事合格しました。もう晴れて大学1年生となりました。次は G 君の事例ですね。G 君の事例はですね、高校生で不登校になって、もうゲームに没頭して家族とのコミュニケーションが困難。ここは引きこもりですよ。引きこもりだったんですけども、これもやっぱりここから私どものフリースクールを経て美大に受かったんですね。現在何彼をやってるかっていうと、もう G 君はですね、東海フリースクールの美術のですね、担当として学生インターンとして活躍しております。ぜひね、嘘だと思ったらですね、フリースクール覗いてみてください。次の例はヨッシーの例ですね。ヨッシーはですね、中学時代ですね、不登校にあって、で高校時代はいじめの経験がありますね。でこれがまあちょっとこれをなんとか環境を整えたいというので、カナダに留学したんですけど、カナダの留学してですね、卒業があまり見込めないということだったもんですから、カナダの留学からですね、やめて東海の通信制高校に転学して、学び直しを経てですね、青山学院大学に受かりました。青学ですよ。大手の IT 企業にですね、2024年今年の4月から就活決定しております。その間ですね、私どものフリースクールに来てですね、 IT パスポートとかそういった講師を学生インターンとしてやってもらいました。これもブログには動画貼ってありますから、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。次が N 君の例ですね。 N 君はですね、これ一番悪い例、悪いっていうか、ひどい例だと思うんですけど、中学校3年で不登校を宣言するんですよ、親御さんに。もう僕明日から学校行かない。でその後中学校を卒業して2年間引きこもるんです。引きこもってる間、引きこもって、それで保護者が説教、不登校引きこもりの9割は治せるを図書館で読んで、あ、これだということで、ご両親、私のところに相談に参ります。7ヶ月かかりましたけど、家庭訪問してですね、学生インターンの小芝という、やはり私の教え子なんですが、もう家庭訪問して話し合いってなってくれて、信頼関係を結んでですね、今なんとですよ、通信制高校に進学を決断して、現在週5日で通学中ですよ。カナダの留学をもしました。これもですね、ブログでですね、2年間引きこもったこの保護者の出演ということでですね、保護者がですね、出演していただいております。ですので、これもですね、動画チェックしていただくとありがたいです。でね、私どもの解決のキーポイントっていうのは3つです。3つ。不登校や引きこもり直すっていうのは、
まずは規則正しい生活を取り戻すってことが、これも大前提になります。規則正しい生活っていうのをしない限りですね、絶対に引きこもりから解決することはありません。ですからまずは規則正しい生活を取り戻すってことを私どもの方でサポートさせていただきます。2番目です。これ学び直して自信をつけるってこと。やはりね、まあ別に勉強だけじゃないと思いますけど、とにかく何かこう自信のつくことをやってですね、自信をつけさせないとダメです。で、特に不登校や引きこもりってやっぱりブランクが私どもの場合は年単位で来てますから、やはり学び直しをしないとですね、やっぱり就活もできない、公務員にもなれないということになりますから、学び直し大事です。でもその前に大事なのは、何度も言いますけども、規則正しい生活なんです。3番目、これは社会貢献です。社会貢献ってどういうことかっていうと、将来社会に出て貢献する人材を目指すってこと。そしてそうなる前にです、やっぱり学生インターンだったりとかするときにですね、後輩の面倒、私どもフリースクールいっぱいその不登校や引きこもりの後輩いますから、そういう子たちの話し相手になるだとか、勉強を教えるだとか、そういうことをしていただいて、支援される側から支援する側に回る、そして自信をつけてもらうということなんですね。これ言っときますけど、就活のときにですね、すごく有利です。だってコミュニケーションが取れないような不登校や引きこもりの子の面倒を見てた、これだけでもですね、就活一押しになります。でね、私からの本当に38年間ずっとやってきたですね、不登校引きこもり、これは一時的な停滞期なんですよ。この放送を見てですね、保護者さん、まず保護者さんが、あ、杉浦先生と一緒にこの考えだったら一緒にやりたいなっていう勇気が出ないとですね、一緒にできない。ですからよく私どものですね、ブログをチェックしてみたり、本買うとは言いません。もう図書館に私の不登校引きこもりの9割は直せるありますから、読んでいただいて、あ、これだったら一緒に解決の道ができそうだな、一緒にやっていけそうだな、考えが一緒だなっていうんであれば、ぜひ、ね、一緒にお子さんの立ち直り協力させていただきたいと思います。この放送が不登校や引きこもりで悩んでいる方に対して希望となりますように、詳細はブログで書きました。それではまたお会いしましょう。